こんばんは。グリで増えるです。今回も一緒に学びを深めていきましょう。最後まで視聴していただけましたらとっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。今回のテーマは日本ビルファンド投資法人わかりやすく。まず、不動産の歴史から見ていきます。1991年のバブル崩壊以前、投資対象が不動産の場合、不動産開発会社は自己資金の何倍も大きい金額の融資を銀行から受けることができていました。なぜなら、バブル崩壊以前の日本には、日本の土地は必ず上がるという土地神話があったからです。なので、不動産開発会社は銀行からお金を借りて不動産を買い、土地の価格が上がる。そしてさらに銀行家からお金を借りて、ということができていました。しかし、不動産の持っている価値を不動産価格が大きく上回りすぎたことで、バブルが崩壊。崩壊以降、不動産投資も以前のような自己資金の何倍もの借り入れをするのが難しくなりました。しかし、開発会社が新しい開発をするためには、常なる資金調達は必要です。そこで、不動産開発会社が用い始めたのが、アメリカの方で先行事例があったリートでした。では、リートとは、リアルエステート、不動産、インベストメントトラスト、投資信託。つまり、投資主に不動産のプロを信じて大事な資金を託してもらう。例えば、バブル崩壊以前は1000億円の不動産投資を1社で資金調達して不動産開発をするという考え方でした。しかし、リートという不動産投資信託の考え方を使って1000億円をたくさんの会社と個人から投資してもらうに変わり始めたわけです。不動産は開発と保有。以前は不動産開発会社は開発と保有の両方をしていました。しかし、リート、不動産投資信託以降は、開発する会社と保有する会社を分けることにしました。開発会社が開発して、家賃など安定した定期収入が得られる物件まで育てる。育てた物件は売却して別の開発をするための資金にする。そして物件自体は別会社が保有するというように変えていきました。今回で言えば、三井不動産が開発をする。そして家賃など安定した定期収入が得られるようになった物件を売る。結果、物件そのものは日本ビルファンド投資法人が保有するという流れになりました。今回の日本ビルファンド投資法人は日本最初のリート法人であり、そして日本最大のリート法人でもあります。日本ビルファンドの主な所有物件は、新宿三井ビルディング。ここまでを一旦まとめると、不動産の開発会社である三井不動産は、開発して、リート法人に売却して資金を調達し、別の不動産開発にあたります。リート法人である日本ビルファンド投資法人は、投資家から資金を調達して、不動産を保有して、得られた家賃収入などから投資家へ利益を分配します。投資家は、リート法人へ投資をして、分配金を受け取ります。日本ビルファンド、分配金は増配傾向なんです。投資の利回りは約 4.5%、日本株全体の配当利回りが約 2% なので、東京証券取引所の中では比較的に高利回りとなっています。そして、資産から負債を差し引いた純資産も、増加傾向。帳簿上で約 1.4 兆円の不動産投資を行い、時価で 1.7 兆円、約3000億円以上の含み益を出しながらの運用をしています。投資主価値の向上を目指します。日本ビルファンド投資法人。ということで、今回は日本ビルファンド投資法人、わかりやすくでした。以上です。今回の動画のご視聴に感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を